アメリカ合衆国の SF 作家。アメリカ SF 作家協会の元会長。ロサンゼルス在住。ミリタリー SF の第一人者。その経歴による政治や社会を知り尽くしたスケールの大きな視野、またそれまで漠然と敵視されてきた、征服し、支配する、側の意外に誠実で苦しい詳細な内情と視点を導入。 それらを土台にしたイメージ鮮明な作品で知られる。作品には、コドミニアムという未来史を舞台にしたものが少なくない。また、ラリー・ニーブンと多くの作品を共作している。晩年の HBM パイパーと親しく、パイパーの人類連合シリーズの設定を使う権利を譲られている。ルイジアナ州、シュリーブ・ボート出身。アイオワ大学を経て、 ワシントン大学で学士号、修士号、博士号を得た後、ボーイング社航空宇宙研究所に在籍した。その後、政党の都市選挙、全国選挙のマネージャー、ロサンゼルス市長のアシスタントを経て1971年に作家デビュー。1973年に、ジョン・ W ・キャンベル新人賞を受賞している。1980年、 ロバート・エーハインライン、ポール・アンダーソン、ラリー・ニーブンといった SF 作家、学者や宇宙産業の幹部、ダニエル・グレアム退役将軍、宇宙飛行士、エドウィン・オルドリンらと共に、有人宇宙飛行の実現に向け、共和党の政権に影響を与えることを目的とした圧力団体、国家宇宙政策市民評議会を立ち上げた。同会は、レーガン政権の、いわゆる、 スター・ウォーズ計画にも賛同していた。コンピュータに精通していることでも知られており、アメリカのコンピュータ雑誌、バイトにコラム、混沌の館にて、お連載、バイト誌休館以後も、バイトと提携関係にあった。日本のコンピュータ雑誌、日経バイトにて、同連載を継続しており、単行本も刊行されている。日経バイトが休館した後、続。 混沌の館にてとして、日経パソコン、オンラインで連載を再開させた。2017年、死去。日本語訳された作品のみ上げた。ありがとうございます。